さあということで始まりましたね、さあ、はい、皆さんお元気でしょうか。ブルーエンカウントです。お久しぶりです。お久しぶりです。さあ、今回も寝ばっこが始まったということでございますけどね、はい、ありがとうございます。はい、ということでブルーエンカウント直伝、うん、バンドがもっと楽しくなるバッキング、そしてリードギター、徹底解剖ということでありがとうございま す, います。なんと今回ですね、うん、1月号、はいはいはい、表紙ブルーエンカウントです。ありがとうございます。嬉しいね。夢だったね。いや本当だよ。もうだって高校入学と同時にギターを始めてね、読み続けた、読み続けたね。もう雑誌の表紙にやっとなれました、はい、嬉しいですね、はい、そして、まあ、今回はね、もう本当大好評につき2回目があったということで、好評だったんですね。もうかなりもうその筋からは、いやその筋どの筋、かなりなそのマニアック層からのね、なるほど、支持がすごかったということで、ね、今回はもう第2弾ということでね、はい、またこの2人で、はい、来させていただきました。なんでしょうか、この講座やるときは毎回こう秋冬にやるという ことで確かに、ね、はい、2人の様子が毎回秋冬な感じで、間違いない、はい、まあまあ秋の訪れを告げるこのブレインカード直伝の講座でございますけど、ありがとうございます。まあでも今回もですね、いろいろなテクニックというそうですね、普段バンドでバンドの曲の中で用いてるテクニック、そうですね、私はパワーコードと、そしてミュートですね、ブリッジミュートをやらせていただいて、あとカッティングもやらせていただいて、もう本当にバンドで僕が主に弾いてるフレージングみたいなことをやらせていただいて、江口さんはアルペジオ、そして単音のフレーズ、タウンのフレーズ、そして、お好み焼き作りみたいな、ね、違う違う、趣味のもう違うから、もうこう返す瞬間が大事みたいなことでね。違う違う違う、下手だから、下手ですか、失敗しちゃうよ、そっちの方は下手ということで、違う違う、タッピングね、タッピングも下手ということで、ああ違いますか、下手ですけど、タッピングも下手、下手なりになんか先生、はい、結構な回数取り直されてますけど、言わなくていい、言わなくていい、言わなくていいから、そ珠玉の、珠玉のワンテイク目がワンテイク、全部ワンテイク目、全部ワンテイク目、もちろん決めてますから、プロだからね、プロだから、プロだから、それはしっかりね、見ていただきたいと思っております。まあでも本当に2人がね、普段ギター、まあ僕がボーカルギターで、彼がリードギターということで、もちろんやってますけども、それでまあ、いつもやってるフレーズみたいなものを、そうですね、ちょっとやってるので、はい、まあ、ぜひねご覧の、学生の方々も含め、ギター初めての方々も ね、 ぜひ必見でございますからね、はいはい、楽しんでいただきたいなと思っていただきます、思っていただきますけどね、いやだからもう思っていただきますから、ね、うん、それそうですね、もう意地でも思っていただきますから、はい、はい、ということでね、まあでも最近、まあ、最近というか、まあ、ロックバンドというのはですね、うん、そのまあ3ピースバンドももちろんあり、うん、まあ、でも4ピースバンドというもちろん、まあ、ね、4ピースがやっぱし主流なのかね、まあ、なんかその感覚的にはね、うん、俺らもだってその4ピースバンドの先輩方を見て、ね、うん、そうだね、憧れてね、っていうのもありますし、だったので、まあまあ4ピースといえども、まあハンドマイクだけの方もいらっしゃいますけど、やっぱりこう僕らがこう若かりし頃にハマったのは、うん、やっぱこうボーカルギターもいて、リードギターもいる、はいはい、そうだね、ギター2本の、そうですね、うん、それこそ好きだったバンドでいうとエルレとかそうだし、うん、9ミリとかもそうですし、う、ね、もう本当大好きな先輩方っていうのは、はい、ニコタッチザオールズもそうですしね、うん、もう本当フォーピースの方が多かったかなというのはありますけども、うん、まあ、何が魅力かというと、うん、まあ、もちろんそのなんと言いますか、3ピースにはないものっていうのはもちろんフレーズがね増えるわけですから1個、そうだね、やっぱりそのギターが2本いるってことは、うん、まあ、同じフレーズを弾いてもいいんだけど、そうですね、やっぱりより広がりを持たせるために、うんうんうん、その違うフレーズを弾いて、うん、よりそのサウンドの幅を広げるっていうのはやっぱそうですね、あるよね、めちゃくちゃ広がりますからね、うん、そうだね、だって1人増えることによってその音のね造形というものがさらにこう広がるものだと思っておりますので、うん、はい、単純に同じコードを同じもの弾くだけでも音圧というのも増えますし、うん、そうだね、でそれでギターボーカルがジャカジャカコードを弾いてる時にギターがその全然違うフレーズをね、うん、単音で弾く、はい、もういろんなもうオクターブで弾いたりとか、うん、いろいろその可能性は広がるのが、まあ、本当4ピースの良さと、はい、もちろん3ピースの良さもねありますよ、うん、ヒリヒリ感とかが伝わるし、そうだね、ということでユニゾンスクエアガーデンさんも、ね、はい、もういい3ピースでもだからそれこそもう個々の技がより光るっていうのは3ピースの良さも1個ありますけども、うん、はい、4ピースは4ピースの良さがあるというのも、ね、うん、しっかりとね、まあ、まあこれをねご覧の方々はそういうバンドを好きでこうやって見てる方もいると思うので、うん、そうだね、まあ、4ピースの、まあ、そのさらに、まあ、良さは今伝えたということもありますけど、うん、まあやっていく上でいろいろ大変なこともありますよ、ね、うん、まずその大事なことはね、その音が被るとね、うん、フレーズが見えなくなっちゃうこともあるんですよね、だからこう基本的に、まあ、バンド見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、同じバンドで同じギター使ってるってはないですよね、
ああそうだね、レスポール持ってて、レスポール持ってるみたいなのは、うん、まあ、たまにありますけど、うん、その音はでもその機種が違ったりしますから、まあでも基本的にはそんなに多くはないよね。フェンダーの白いストラトを2人で使わないわけ、うん、そうそう、まあ、ね、見た目的にもね、あれ何それコピーしたのみたいな感じのなんか、うん、あのね、コピペしたのみたいな感じになっちゃうから、うん、どっちかがめっちゃ好きかとかね。そうそうそう、うん、ブルーエンカウントの場合は僕がレスポールをメインで弾いてて、はい、で江口さんが335を弾いてるということで、まあこれも使い分けですよね、うん、あのまあ335の特性ってありますか。まあ、やっぱし、うん、あの温かみのある音がすごいあって、やっぱし僕リードギターなんで、ね、はいはい、やっぱハイフレットとかで弾くことが多いけど、うん、どうしても音が細くなりがちなんですよね、やっぱ単音でハイフレットに弾くと、はいはい、そうですね、でやっぱり335弾くことでその丸みがある温かい音、うん、そうですね、でもその細くないし、うん、でもそのもこもこしすぎないというか、はい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 、絶妙なバランスで、そのいろんな音作り335できるんで、はいはい、なので僕は非常に335だから基本的にレコーディングも335一本でやってるし、うん、ライブも335一本でやってるので、はい、はい、もうブルーエンカウントのサウンドには欠かせない欠かせないですね、はい、そうでございます、はい、で私はもうあのやっぱレスポールが好きな理由っていうのはもう本当もう弾いたままの音がこうちゃんと外に出ていくというか、うん、はいはいはい、やっぱブルーエンカウントですごくがっつり音圧のあるサウンドをやるわけでございまして、うんうん、あのそのサウンドもうなんというかエモな部分をしっかりとこのレスポールさんはやってくれるという、うん、要はその自分が思ってるままのイメージのずぶとい音がドンって出る感じ、ね、そうです、出るのが最近そのお気に入りの理由ですね、うん、はい、であとアルペジオになったらその温かみがちゃんと出て、うん、あのその自分の弾いてる、まあ、バラードとかね歌ってる時とかもいいし、うん、でロックの曲歌ってる時は歪みでバッコンこういい音が出るっていうんで、はいはい、歌っててその歌も邪魔しない音作りもすごく大事なんですよね、はいはい、もうだからそのギターとリードギターボーカルとリードギターの音にこだわりすぎて今度は歌が出にくくなっちゃうっていうのがあるので、うん、まあ、一番はやっぱ歌うバンドだったら、はい、その歌をしっかりとメインでちゃんと届くようにね、うん、出してもらえればいいと思いますし、はいはい、まあ、とにかくそういうのもあのバンドメンバーでねディスカッションしてみるの、うん、意外にだからその別にあのこれが終着地点ではないと思うんで、そうだね、俺らもたくさんねそういろいろ変わってやってきたから、ね、うん、そう、うん、最初俺があのテレキャス弾いて、俺レスポールだったし、レスポール弾いてとか、うん、でテレキャスストラトみたいな時もあったし、ね、ストラトの時もありましたし、うん、だから本当にその時にバンドが鳴らしたいサウンドを、うん、ギター変えてみてちょっといろいろやってみるのいいし、そ、ね、そのエフェクターもねいろいろありますし、はいはい、アンプを変えてみるのも全然いいので、うん、はい、なのでぜひね、そこら辺もあのみんなでディスカッションしながらね、うん、あの楽しんでみるのもいいんじゃないかと思っております、はい、はい、ということでございまして、まあもう本当にあのあとはもうみんなでねフィーリングでやってみるのがすごい大事ですからね、うん、はいはい、まあ本当あのもうステージの上立ったら、うん、もうギターリードギターとボーカルギターも戦いですからね、あ、それぐらいの気持ちで弾いてる、それぐらいの気持ちです、うん、もう今日は俺が目立つんだぐらいの感じでね、まあ、それがでも相乗効果なくていいライブになりますから、うん、やっぱそのバーサスその戦うね、まあ、バーサス、うん、そう、あのあれあるな、これあるね、あるね、見つけちゃった今、なんか俺もね、今俺も見つけた、お前見つけた、お前も見つかった今、そうなんです、実はね、ブルーエンカウントニューシングル、はい、バーサスっていうのができたんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、もうねこれをだからこの表紙をねご覧になってる時も発売してるんじゃないかぐらいの時ですよ、もう前後ですよ、だからちょうど、ね、発売前ぐらいですかね、これ27発売ですね、確かですよね、だから直前です、直前です、あと2日後とかには出てます、そう、もうだからちょうどかで見つけちゃったから、ね、見つけちゃったから、うん、よかった、向こうも見つかりに来てるから、ね、そうだね、見つかりに来てる、見つかりに来てますけどね、いやでも本当にあのそのシングルもね、はい、めちゃくちゃ4ピースならではのそうだ、ね、サウンド作りになってますので、うん、そちらの CD も聴きながらね、買ってるから見てるんだと思うけど、うん、まあ、買ってないで見やり方もあるのかな、そう、これだって YouTube とかに上がってるから、あ、そうですね、あの、はい、ということで、これを見て、うん、その雑誌を買いたくなったら、ね、ぜひ買ってみてほしいなと思います、まあ、ということでいろんなバーサスが待っているということでしてね、はい、とにかくあの楽しんで、バンドやってもらいたいなと思っております、うん、いつか組み立てのバンドかもしれないですけど、うん、フェスとかで対バンできる、ああ、一番それがね、うん、そうですよ、嬉しいからね、あの時に、ブレインカウントの直伝でもう目覚めました、はいはいはい、ね、あんなんでよかったのみたいな感じでね、いやいや間違いないけど、はい、こいつ4点くらい取り直してるよみたいな感じでね、はい、でもありますけどね、まあでもいずれそのどっかのね会場でご一緒できる日を楽しみにしておりますので、はい、僕らもその時にねまだまだ現役でやれるように、はい、あのまだ全然若いんですけどねまだまだあの頑張っていきたいなと、頑張ろう、はい、頑張っていきたいなと思っております、はい、しっかりと楽しんでバンドやれば、もうその時点でもう最高の
グルーヴになると思いますので、はい、これからも、もう思うがままに楽しんでいただければなと思っております、うん、ぜひブルーエンのライブにも、ね、遊びに来ていただきたいなと思っておりますということで以上ブルーエンカウントでした。ちょっとリバーブを聞かせてくるなよ。ありがとう。